何かと中国との間で紛争の種になる尖閣諸島。この島嶼の監視任務で現在も活躍しているのが P3 視哨戒機です。長時間の任務にも耐える機体であり、偵察活動の有能さは言うまでもありません。今回は別名サブマリンハンターと言われる P3 視哨戒機にびくついている中国を詳しく見ていきたいと思います。すべての行動を盗まれるということを知っているんですね。P3 視哨戒機の偵察行動は多岐にわたり日本周辺海域を防衛しています。勘違いされることもあるようですが、海上自衛隊は艦艇、船だけを使う組織というわけではありません。海自には航空機もあり、活動しています。運用する機体は2種類で、これ意欲機と回転意欲機です。両種類合計で約175機を保有していますから、海上自衛隊は船やヘリコプターだけでなく、飛行機も多用する組織と言えるでしょう。これ意欲機と呼ばれる機体には、代償様々なものがありますが、今回注目するのは、タイトルコールになっている P3 視哨戒機です。領空をパトロールしている P3 視は、不審な船舶などを発見すれば降下し、詳しく観察するそうです。不当行為を発見すれば、必要な措置を取ります。つまり、P3 視哨戒機が日常的にパトロールしているからこそ、日本の領海の安全が保たれていると言っても過言ではありません。P3 視哨戒機は、アメリカのロッキード社、現ロッキードマーチン社が開発しました。ターボプロップエンジンを4機積んで飛行するように設計されています。実は、P3 視の初飛行は、1958年、昭和33年、と、60年前のことになります。ベースとなったのは、ロッキード社の旅客機 L100 は、地中はティエレクトラでした。ベースが旅客機だったため、機内は広く、哨戒機には、多くの座席は、不要というわけで取り外しました。というわけで、P3 視は、スペース的には余裕ある機内となっています。となると、哨戒任務に必要な、機器類やその他装備品なども、多く積載できるということになるわけですね。海自が公表している P3 視哨戒機のデータを紹介します。最大速力が395トン、全幅は 30.4M、全長は 35.6M、高さは 10.3M です。重さは約56トンで、エンジンは、前述の通り、ターボプロップエンジン910馬力を4機乗せています。乗員は11名となっています。これは哨戒機だけに限らないでしょうが、機内が広いというのは、乗員にとっては良い環境です。不審なものがいないか探索する哨戒飛行というのは、どうしても飛行時間が長くなってしまうというのが常態と言われています。哨戒機を動かす、パイロットや各種オペレーター、整備員などで構成されるチームは大人数になりますから、機内は彼らにとってわずかでもストレスを軽減する場でなければならないのです。広い機内には、休憩時間に一服できるスペースがあり、食事もできるようになっているそうです。緊張を強いられる任務の合間にホッとできる場所があるという、メリハリのある機内環境は、1回のフライトが長時間になってしまいがちな哨戒機搭乗員にとっては、最も嬉しい利点と思われます。P3 視哨戒機の仕事について公表されていることを紹介しましょう。飛行中は、コックピットから、機上整備員が、防振機能付きの双眼鏡で、海の上を監視しています。もちろんレーダーなどは使用していますが、機械だけに頼ることなく、人間の目で観察し、確認するという、ダブルチェックが、哨戒任務には、大変重要なことなのです。取材のために、P3 視哨戒機に乗ることがあるのですが、汎用スペースにある座席とテーブルを、
主催人の待機所に使用させてもらえます。主催人は使わない撮影機材などは、空きスペースに置いて、必要な機材を持って、機内を移動します。操縦室側や、外部観察用の窓から、景色を撮影したりします。B3 市内は、身を縮めることもなく、普通に移動できるというのも、ベースが旅客機だというメリットを感じます。偵察の前に、機上部機員が、潜水艦を音波で探知するその部位を透過機へセットします。哨戒任務で長時間飛行をする場合には、予備も含めて数十本のその部位を準備しておくそうです。ちなみに、その部位、その部合とは、水中の音を聞くため、または反響を調べるため、航空機から水中に投下して使用する小型のソナー装置で水中音響信号を受信して電波で送信する機能があるそうです。世界各国で使用されている P3 機ですが、使い勝手の良さからベストセラー機に選ばれています。哨戒任務だけではなく、輸送任務や救難任務、各種の地上観測機として広範に使用されるようになりました。多くの派生タイプ航空機も作り出され、総合的に見て長期にわたり、現役で活躍できる機体と呼ばれています。海地が P3 機哨戒機を調達開始したのは、1978年、昭和53年、でした。最初はアメリカからの購入でしたが、1983年、昭和58年、以降は、国内企業である川崎重工が、ライセンス生産を行うようになったのです。哨戒シムは、まず、第一に、上空からの海上パトロールで、洋上を監視します。日本領海に接近しようとする、所属不明潜水艦の探知や、相手の分析を行います。前述の透過式その部位による、潜水艦の探知の他にも、搭載した、空対艦ミサイルや魚雷、対潜水艦用爆弾などが必要な状況に対応する攻撃手段も所有しています。B3 機哨戒機は、すでに40年以上も活躍していますが、やはり全体的に老朽化しているというのが現状でしょう。維持管理にも、時間や手間がかかるようになってきているので、不要決定が下されるのも、時間の問題かもしれません。そもそも、海の上洋上飛行をしなければならない哨戒機ですから、飛行のたびに、海の塩を振りかけられているようなものです。基地に、帰島後は、専用設備のシャワーで、毎回機体洗浄を行っているそうです。機体の防錆処理などは、当然しっかりと行っているとはいえ、経年劣化は、何にも出てきます。そして、最終的にはガタが来て、使用不可能になるというのが機械の運命でしょう。整備規則で決められた使用年数が経てば、いくら優秀な P3 機哨戒機といえども、現役を退かなければならないはずです。実は、P3 機哨戒機の後継機にあたる、国産機 PP-1 哨戒機ですが、開発が遅れていて、現場への配備や隊員の配属にも、少なからず影響が出ていると言われています。新型 P-1 の登場に期待していた防衛省でしたが、こうなってはやめむ、なしということか、P-3 機哨戒機に延命措置を施し、時期未定で、現行の哨戒飛行任務を継続させるようです。そして、P-1 哨戒機の配備数を増やしながら、順番に交代させていこうという決定を下したようですね。ここで、公表されている P-1C 哨戒機のデータを紹介します。巡航速力450kt、全幅 35.4m、全長 38m、全高 12.1m です。重さは約80トンで、エンジンは、F7IHI-10 を4機搭載します。乗員は P3 機と同じ11名となっていますから、
乗員の数以外は、すべて先輩 P3 氏を超えています。2020年3月末時点で、P1 哨戒機保有数は全24機です。防衛省は、マックス70機以上を目標としているとか。現在、この機体は、鹿屋基地や厚木航空基地に配備されていますが、今後は、他の基地へ配備されていく予定となっているそうです。